はいどうも、ノベルテギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、久しぶりのグラフィティアートに挑戦したいと思います。久しぶりっていうことでですね、今回はグラフィティアートに挑戦するんですけども、もちろんポスカで描かせていただきたいと思います。まあグラフィティアートっていうものはですね、日本で言ったら壁とかに書かれてるものっていうのがあるんですけども、まあ壁とかにですね、無断で書いたらですね、捕まっちゃうのでね、皆さん真似しないようにしてください。そしてですね、まあ今回は僕はですね、スケッチブックに描かせていただきたいと思います。そしてですね、ひまわりくんの世界観のゾウさんを描かせていただきます。そしていつもですね、そのキャラクターの英語文字をですね、グラフィティアートの世界に落とし込んでいきたいと思います。今回はですね、ゾウさんということで、エレファントっていうね、文字を描かせていただきます。それがですね、どういう世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわかりません。だからこれからですね、一緒に確かめていければなと思います。皆さんと一緒に最高のグラフィティアートの世界へ入っていきましょう。では皆さん、レッツエレファント。どんな世界が待ってるのか皆さんとチェックチェック。では皆さん、また後で。このような形でですね、エレファントグラフィティアートでしてみました。皆さん N を抜かしてしまいました。申し訳ございません。これね、わざと N だけね、バッテンしたんじゃなくてですね、本当に素直にエレファントのですね、 N を抜かしちゃったんだよね。そう、 ELEPHANT だったんだよね。本当はなんか書いてて一文字少なくねって思ったんですよ。そう、それでね、わ、 N ねえじゃんと思ったの。エレファントって読むのに N なくねと思って、うわやらかしたと思って、最後はですね、水辺に N を浮かべてですね、バッテンをしました。まあこれでですね、こういう形でグラフィティアート完成することがですね、できてよかったかなっていうのは正直思っております。今回のイメージはですね、もちろんゾウさんなので、そう、ジャングルをイメージしております。そしてジャングルの中で、まあ水辺、こちらですね、もう皆さんから見て向こう側になるのかな、向こう側は海っていうことで、そして海で夜景でみたいな感じで、そして最初にね、ペン画で描かせていただいたのはですね、こちらライトみたいにね、光ってますけども、何を描いたのか僕もよく分かっておりません。でもね、光らしてみようということで、最終的にポスカで光らしてみました。そしてですね、ゾウさんのね、特徴の鼻っていうものもですね、ここに登場させております。本当はね、最初ゾウさん登場させようと思ったけども、いや、鼻だけにしておこうと思いました。そしてですね、違うゾウさんの鼻みたいなのも出てきてるって形になっております。そしてですね、ジャングルらしさって言ったら、このギザギザの葉っぱね、そしてこのような葉っぱっていうのがですね、僕のジャ
ャングルのイメージ、そしてこの岩とか、そしてこのね木っていうものもですね、大木っていうのかな、こういう形でですね、ジャングルのイメージは僕はこんな感じっていうのでですね、描かせていただいております。そしてですね、後ろは海って形でございます。そして夜景って感じ、それでですね、今回はこのような形で完成させることができました。本当にですね、エレファントって文字が N っていうのをね忘れちゃうっていうね、本当に失態でございました。皆さんは逆に気づいてました？あれ？エレファントの N なくねって思った方ね、どんぐらいのタイミングでね気づいたかコメントに書いていただけると嬉しいなと思います。僕はちなみにですね、もう本当に最終的に本当に最後の最後まで気づかなかったっていうのがですねオチでございましたけども、皆さんは多分もっと早くに気づいてるんじゃないかなって正直思っております。むしろもうサムネイルを見ただけで気づいてたんじゃないかなっていうのを正直思います。まあこのような形でですね、グラフィティアートっていうものをですね、僕はひまわりくんの世界観でそれぞれのキャラクターを描かせていただいているんですけども、おそらく次はですね、キングっていうね、ひまわりくんの世界観でも一番新しいキャラクターになると思います。そのね、グラフィティアートもですね、随時皆さんにですねお届けできる日が来たらお届けしたいと思うので、ぜひお待ちいただけると嬉しいなと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。では皆さん、また明日、バイバーイ、ありがとうございました。ポーン、次は N をちゃんと入れようと思います。では皆さん、また明日、バイバーイ。